バロゲートインはスムーズです。数番号からゲートに誘導されています。小山テスコのゲートインです。そしてウエスタンラッカが入りました。ロッジテスコ初馬、東進サフランもゲートインを終わりました。第1コーナーのスタート地点に置きましたカメラから各騎手各馬の表情をお伝えしております。マンジュデンミッコ、アスコットロベリアが入りました。あとまだ6頭から7頭です。これがリードスワロー、そして鞍上は武邦彦、その向こう側柱ベンダーです。そして今入りましたのがディープリバーです。藤野林道もゲートイン。さああと3頭ぐらいです。 3M 女王が行きました。あと1頭になりました。リードスワローの最後のゲートインです。これで21頭のゲートインが完了しました。いよいよスタートです。サイビーファワーです。ちょっとゲートの中で立ち上がったようになっていますが、ゲートが開きました。ちょっとマンジュデンミッコスタートのタイミングが合いませんでした。ダークロードも後ろの方から行くようになります。サニーフラワーか、サニーフラワーです。初馬、それから7枠から1頭タイリボンか、そしてウエスタンダッカ、さらにアスコットロベリア、ロッジテスコ、この辺りの激しい先行争いになろうとしておりますが、2番のサニーフラワーがずっと先頭に立ちました。外を通ってタイリボン、それから7番が初馬であります。その後ろウエスタンダッカ4番手、そしてアスコットロベリア5番手、さらに東進サフラン、その外を通りましてケイルビー、ロッジテスコ、有力どころはまだ後ろキッキミコ、鈴鹿フラワー、そしてディープリバー、サイビパバー、小山テスコ、鉄拳番号3番が小山テスコ、その外に20番サンエム女王、その外からダークロードでありまして、早くも桜花賞ポイント1800m の標識にかかってまいりますが、果たして何秒でいくか。45秒台から6秒台、ちょっと早いペースでやりますが、悠々とタイリボン、18番のタイリボンが先頭であります。それからサニーフラワーが2番手でありますが、外を通りまして、いや内からウエスタンダッカー、ウエスタンダッカーが3番手に上がってまいりました。アスコットロベリア4番手、ケイルビーであります。それからダークロードキッキミコ、さらに外から上がってくるピンクの帽子サンエム女王、そしてその外から小山テスコがずっと差を詰めてまいります。有力どころが前に上がってまいりました。もう小山テスコは1番、そのうちにサンエム女王、さらにディープリバー、ダークロードといったところでありますが、サニーフラワー先頭か、ずっと外から小山テスコ、小山テスコが一気に差を詰めてきた、小山テスコが抜けたか、小山テスコ、サニーフラワー、小山テスコとサニーフラワーだ。小山テスコが懸命に福永陽一氏の口騒ぎ、外からサンエム女王が来る、小山テスコかサンエム女王か、小山テスコが先頭だ、小山テスコかサンエム女王か、ほとんど通り馬場の真ん中を通って小山テスコか、サンエム女王も懸命に差を詰めてまいりましたが、さあどちらでしょう、小山テスコとそしてサンエム女王です。トライアルと同じようになりました。勝ち時計は1分36秒9、断念レースと同じ時計です。さあ小山テスコか、外からサンエム女王でありますが、着順掲示板にはまだ上がっていません。着順掲示板にはまだ上がらず、懸命に3番の小山テスコ、1着2着は写真と出ました。外からぐんぐん差を詰めてくるのがサンエム女王です。内で粘っているのがサニーフラワー。さあ小山テスコの無知、サンエム女王が一歩一歩近づいてくる。さあどっちだ、なんともこれは、なんともこれは際どい写真です。